皆さんこんにちは、ダイスです。今回は集まれ動物の森やっていきましょう。おはようバンタム。話しに来たよ。島での生活がより楽しく感じるな。意外とね、おしゃべり好きなんですよね、バンタム。あ、レックスが来てるよ。今日はレックスの日。あ、だから虫網持ってる。気合入ってんな、ピエン。もうほんとずっとピエンだね。こんにちは、おはようございます。ちょっとどんよりしてる。あ、今日ちょっとどんよりしてる。確かに最近晴れてることが多いんですけど、こういう天気久しぶりかもしれないです。オーロラはなさそうですね。そういえばこの前2日連続でオーロラ出てました。かなり嬉しかったです。今日は買うものがないかもしれない。クローゼットとかいいなとは思うんですけど、かなり高そうなのでやめておこうかな。なあ、やめておこうかな。買えなさそうですよね。なんか一桁多そうな気がする、確か。とりあえず今手持ちが多くなっちゃってるので、整理してから買いに来てみようかなと思います。ありがとうございました。なんか飛んでる。お、待って、こっち。すごい、なんか久しぶりに歩いてたら飛んできてました。あの、出そうと思ってない時に出会うのというか、多分私が気づくのがガだと思うんですけど、飛んでるの気づいたの久々です。粘土、まあ、そうですよね、素材が多く落ちるもんね、青色。いや、でも粘土か、粘土5個来てもな。レックスが来てるので虫集めをね、していこうかな。なかなかいないですよね、冬って。と言いながらこっちを取る。結構ね、今日雲行きが怪しいので、もしかしたらこの後雪が降るのかもしれないんですよね。雪が降ったら出てくる虫っていうのもいないので、あまり関係はないんですけど、なんか冬になってからのレックスの日って結構難しいなっていつも思います。難しすぎて糸トンボとレモンシロチョ、今の時期だと出てると思うんですけど、そっちを捕まえて渡したっていうのをもうやっちゃってるので、今日はオケラかフンコロガシとかにしないと違う模型はもらえないんですよね。いやー、いなさそう。ふんころがしも出てこないもんな。ちょっと雪だるま作らないで待ってよ。オケラがいそう。ま、あの、落としてるんですけど、こっちじゃないね。この辺なんだけどな。なんか道路がある下とかには確か出ないと思うんですけど、こういうところ。この辺とか怪しい。怪しい、どっちだろう。あ、でも遠くなってる感じがする。この辺か。違うな。なんかラインはこの辺な気がする。あ、いた。待って、今日一匹ふんころがしとオケラ。オケラ、毎日オケラ集めとけばよかったのかな。日に3匹いるのかな。いない。どうしよう、マリアちゃん、何してんの。まだフルコートもそんな感じになるんですね、かわいい。ケイトのコートなんて見てるだけで暖かくなりそうです。これなんか被ったら誰かにプレゼントしようかなと思ってたんですけど、まだケイトの服被ることがなくて渡せてないですね。
もういいかな、どうせよ。今日もしかしたらお願いできないかもしれないです。いない、オケラもいなければフン転がしも出ない。結構頑張って探してるんですけどね。糸トンボとモンシロチョウだけは作れないから売ることにして、もうちょっと探すか。雪が降ってきましたね。雪が降ってると雪の結晶が飛んでる数も多いので、今日結晶取る方がなんかいいような気がします。なんか狙ってる。あ、やめた。何が見えたんだろう。どうもマーキバちゃん、ミッドトンボお願いしてるから持ってるんですよね。ありがとう。困った。もう今回レックスにお願い事はなしかもしれないですね。もうちょっといろいろ取ってればよかったんだけど。モンシロチョウもお願いしちゃってるからな。いた。でもこれで2匹目？まだ2。転がし、まだ2。あと1匹いないとお願いできないや。こんにちは。バンタムさんの家の話？良い感じだよね。いやでも本当にいないですね。イトトンボもダメ。そしてモンシロチョウとかモンキチョウ系もうやっちゃってる。ってするとフンコロカしかオケラかなと思って取ったんですけど、オケラも落としないし、フンコロカし1しかいなかったから今2だし、可能性があるとしたらフンコロカしなんだろうなとは思うんですけどね。難しい。でもこれをお願いして終わりな感じはありますね。ちょっとなんか時間経ったりしたら出てきそうな気がするので、誰かのところに遊びに行きます。のりっぺんち、こんにちは。おしゃべりしよう。この服超お気に入りなんだ。今着てるのもお気に入りなの？あ、そう、ケイトのやつ。もちろん似合ってる、ありがとう。え、ケイトブランド覚えて、たまに着てるよ。ケイトのコート、お、わかるじゃん。この時期はおしゃれも機能性も大事にしたいよね。そうそう、だからあったかそうだから選びました。音楽バンドも好き。ラップ、ラッパ、ラッパー目指すの。フード付きのブカブカな服、そういうの好きなのか、のりっぺ。なんか分かった気がする。どんなの好きなのかなって思ってたんですけど、なんかイメージができたような気がするので。次、洋服選んだりするときはっぽいやつ選ぼうと思います。さあ、ふんころがしは出てるのか。
やっぱ出ないですね。もう日に数がいるのってあんまり経験がないから出ない気がしてたんですけど、もうなんか難しそうな気がする。せっかくレックス来てるんだけど買い取りだけお願いするしかないかな。ホットプロテインでも飲んでいくか。ちょっとやめとこうかな。でもこの部屋の中でさ、腕立て伏せとかいろいろ全部やってるんですよ、いつも。大丈夫かな。きれいめハーブパンツやるよ。え、ありがとう。急にどうしたの。え、ありがとう。でも部屋片付けてほしい。お部屋きれいにしてほしい。マリアちゃん、一応寄りましょう。あれ、エスメラルダちゃんが来てる。この部屋って不思議と落ち着くんですよね。あ、そうなんだ。じゃ、結構来てるのかな。初めて見たんですけど。なんか聞かせて。洗濯機の上手な使い方ってあるのかなっていろいろ研究してたんですけど、普通に使うのが一番いいみたいだなって最近思うんです。まあそうだろうね。洗濯機で何をしようとしているのかちょっと怖いんだけど。洗濯機の使い方でしょ。もう普通に使うしかないと思ってはいるんだけど、違うんかな。オーディオね、なんか音でかい気がするけど、まあいいか。またね。よし、2件入ったので、もしかしたらふんころがしが出てるかも。あ、もういないですね。もう今日はしょうがない。もうダメな日だ。レックスには渡せない日にします。そういうことにしよう。雪だるまも早く作りたいけど、今待ってたから。虫見つかった、売りたいです。ふんころがしとオケラは取っておいた方がいいのかな。一回これで売ります。糸とんぼ1とモンシロチョウ2、500ぐらいじゃないかな。お、高かった。1230。いやー、集めておくべきですね。もしかしたらがあるから、本当は集めておいた方が良かったんだと思います。ただもうレックス最近だいたい 3,4 週間に1回ぐらいかの割合でうちの島来てくれてるんですけど、オケラとかフンコロガシ売ったことなかったので、どれくらいか分かんないから、高かったら売ろう。もう毎日1匹ずつどっか置いとけばいいってことにします。売っちゃう。本当は持ってた方が良かったのかもしれないけど、次来た時のためにコツコツここからね、準備始めようと思います。ジャスティンが来た時のも考えて、魚も釣っといた方がいいかなってちょっと思いました。はい、この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!